十勝川は北海道東部の十勝総合振興局管内を流れ太平洋に注ぐ一級河川。十勝川水系の本流である。名称は浦幌十勝川河口にあった住勝田集落に由来する。北海道上川郡新得町の北西に位置する十勝岳近くに源を発し南東に流れる。多くの支流を集め、中川郡豊頃町で太平洋に注ぐ。流域面積は十勝総合振興局管内の約9割にあたる9010平方キロメートルを占め、全国6位、北海道2位の広さを持つ。上流より十勝ダム、岩礁ダム、くったりダムの3つのダムがある。十勝平野は石狩平野に比べると台地上の地形が多く、河川の周辺の低地は石狩川ほど広くはない。そのため周辺には石狩川に見られるような三日月湖がほとんどなく、治水、河川改修工事が盛んに行われるようになってからも、石狩川のように極端に川の長さが短くなるような流路変更はない。源流部は県制自然環境保全地域に指定されている。十勝沖地震などの大規模地震が多いため、津波が発生した場合は長距離にわたって遡上することもある。河口が東西二口に分かれ、乳が出るごとく、流れが途絶えることがなかった様子から、アイヌ語のトカプーシーと名付けられた。これにより、十勝川を母なる川とし、石狩川を父なる川とすることもある。昔は魚種も豊富で、鮭の大群での遡上が見られたほか、2メートル以上のイトウが釣れたという記録がある。十勝川温泉より少し下流に千代田堰堤があり、現在でも川幅いっぱいに作られた大きな堰堤で秋には鮭の捕獲が行われ、地元の名物となっている。しかし近年の複数のダムの完成や水質の汚染などで魚の種類、量ともかなり減っている。上流域はエゾシカが多く生息している。近年は畑の作物への食害に悩まされるなど増加の傾向にあるが、その生息数は気象の変動に左右され、1879年の大豪雪では餌が取れずに餓死したエゾシカの死体が大量に川に流れ込み、春になると下流では悪臭が立ち込め川水が飲めなくなったという記録が残されている。中流域の十勝川温泉付近にかかる10勝、中央大橋周辺は冬になると白鳥が飛来する。地元テレビの中継があるなど注目されている。流路括弧内は流域の自治体。ありがとうございます。